こんにちは、りょうこばあばです。前回ね、四角いモチーフを編んだんですけど、四角いモチーフをつなぎ合わせてこう輪にしてね、輪の状態にしてからまた別糸でね、こう今編んでるんですけど、これはね、ニット帽なんですよね。最近はね、コットン糸で、コットン糸みたいなの、ばかりね使って編んでたんですけど、そろそろ冬糸をね、直そうかなと思って、最後ね一つだけこう冬のね作品を作ろうと思って今ニット帽を編んでいます。でこうつなぎ合わせて、何センチあるのかな、これがですね、10枚をつなぎ合わせたんですよね。10枚をつなぎ合わせて、置いた状態で28センチだから、全体で56センチかな、56センチあるんですけど、私が持っているね、こうマネキンの頭の部分にこう合わせながら今編んでるんですよ。ニット帽とかね、編むときはニット帽やら、ベレー帽とか編むときはこう頭に、マネキンの頭にこう合わせながら編むんですけど、かぶせた状態だったらね、ちょうどよかったんですよね。それでそこからこう、ここからね、こうこっちの方に編んでるんですけど、このモチーフの部分はね、七色彩色、セリアさんの七色彩色の中細で編んでるんですけど、このベージュの部分はね、また違った糸なんですよね。編みもネットさんのネットショップのとびっきり柔らかメリノちゃんという糸なんですよ。この糸はね、本当柔らかくて、首周りとかね、赤ちゃん用品とか編むのにはもう最適な糸なんですよね。これがね、アイブと中細よりもちょっと大きいのかな、アイブとぐらいですかね、この糸は。で、柔らかいので、このニット帽にもなるし、ネックウォーマーにもなるようにこう編もうかなと思って今こう編み進めてるんですよね。でここはモチーフでつないだんですけど、こっちの方は長編みの引き上げ編みなんですよね。表と裏の引き上げ編みを交互に編んでるんですけどね。でこの閉じ合わせるとき、どんな風にね閉じ合わせたらちょっといいかなと思って、この線もね生かしたかったし、どんな風にねしようかなと思っていろいろ迷ったんですけど、針と糸でもね閉じ合わせることできるんですけど、それだったらこうあんまりこの線がね強調できなかったので、引き上げ編み、引き抜き編みかな、それで今閉じ合わせたんですよね。この引き抜き編みを皆さんどんな風にねして閉じ合わせてあるかちょっとわからないんですけど、ここに2枚あるんですよね。それをちょっと閉じ合わせてみようかなと思うんですけど、こう表状態になってるんですけど、それをちょうど角っこですかね、で向こうの方にして入れて引き抜いて、また隣の目を、手前の隣の目を引き抜いて、向こうの隣の目をこんな感じで一目ずつ引き抜いた状態、引き抜いた状態で感じで合わせています。いろんなね、こうネットで見ていろいろこう閉じ方がねあるので、私もこうあんまりこう
いろんなね閉じ方わからないのでね。この閉じ方だったらこうきちっとしっかりこう閉じ合わせることができるし、この線もね強調したかったので、このやり方で今編んで閉じましたね。こんな感じでね、閉じ合わせました。そしたらね、この線もこう強調できるしね、ちょっと強調したかったので、こんな感じで閉じ合わせました。こうしっかりね、両方しっかりした閉じ合わせになりました。こんな感じで全部ね、閉じ合わせました。で、この糸で、また別糸でね、この編みモネットのね、糸で今、編んでるんですけど、この糸が本当柔らかいんですよね。で、今表引き上げ編みをしたから、今度は裏引き上げ編みをして、それの繰り返しですよね。ずっと普通の長編みでね、ずっと編んでいこうかなと思ったんですけど、ちょっと厚みをね出したかったから、長編みのね表と裏の引き上げ編みで、そうするとこう厚みがね多少出るのでね、こっちの編み方でね今してるんですけどね。で、これがそのままね、この状態でニット帽ですけど、この状態で減らし目はしないでね、その状態でこうまっすぐこう編んでるんです、編んでいくんですよ。そして上頭のね上の方でこう絞る形、絞ってかぶるニット帽なんですけど、これそしたらネックホーマーにも、ね、なるんですよね。紐をほどいてこうちょっと緩く縛ってね、ネックホーマーにもなるので、ちょっと両方使えるのでね、そういうニット帽にしようと思って今編んでいます。で、この糸はねもうこの一かせしかないんですよね。もしかしたら足らないかもしれないので、その時はね違う糸をちょっと調達しようかなと思うので、その時にこれもねちょっともし足らなかったら一緒にね注文しようかなと思って、今もそういうふうにね思っています。多分足らないんじゃないかなと思うんですけどね。こっちの方とかぶる方とちょっと前の方、かぶり口の方にもねちょっと細編みかなんかでねしたいので、もしかしたらこの人玉ではね足らないかもしれません。一応これ編んでしまってね、また動画にねアップしたいと思います。では今日はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。